カルダー記念賞は北米プロアイスホッケーリーグ NHL においてシーズン最優秀新人選手に授与される賞である。名前の由来であるカルダーは NHL 初代会長であるフランク・カルダーから由来されている。最優秀新人賞は1932、33年度から授与されているが、1936、37年度からカルダー賞として授与開始。 1943年のカルダーの死後、カルダー記念賞と解消された。1989、90年度に、カルガリーフレームスのセルゲイ・マカロフが31歳の最年長で受賞した。マカロフは、非公式にソビエト連邦のプロチーム HC チェスカ・モスクワで出場していたにもかかわらず、出会った。その後規定が変更となり、カルダー記念賞の獲得条件として、 対象シーズンの9月15日の段階で26歳以下であることが加えられた。また、プロ入り後のいずれかのシーズンで25試合以上出場している選手は対象外となる。プロ入り後に6試合以上出場したシーズンが2度以上ある選手も対象から外れる。プレイヤーイズステルアクティブインザ NHL。ありがとうございます。